よしっと、調子がつかめてきましたね、マスター。僕なんかとばっかりお話ししていていいんですか、マスター。他にも立派なサーヴァントの皆さんがいっぱいいるでしょ。さあ、今日はどんなお話をしましょうか。僕が語れることなら何でも話しますけど、できればマスターのこともいっぱい聞かせてくださいね。興味があるんです。ただの干渉だと分かっていますが、ずっと昔からマスターのサーヴァントだったような気分ですね。うん、これはきっと幸福な錯覚だと思います。いずれ覚める夢だとしても。一応僕は王様なんですけど、それを忘れてしまいそうです。ここが居心地良すぎるのがいけないんですよ、マスター。